吹姫物語。今は昔、山奥の家に吹という美しい娘が父親と二人で住んでおった。ある日、父親は病で床に伏せてしまった。はあ、夫、どうしよう。そうだ、森の奥には伝説の泉があるって聞いたら、あの泉の水を飲むとどんな病でも治るってな。よし、ふきがすぐ汲んでくっから、夫、待っててくれ。しかし、この泉にはあやかしがおり、そのあやかしの虜になってしまった者は二度と帰らぬという。まだ恋など知らぬふきは水瓶を持って泉を目指し森の中を歩いた。ああ、泉があっただ。わあ、キラキラしてすげえ綺麗な水だな。さあ、汲んで帰って。その時だった。泉が一層強い光を放ち、吹きの目前に若い男の姿をしたあやかしが現れたのじゃった。うん、兄ちゃん、もしかしてあやかしってやつか。すげえ綺麗な顔してんな。あやかしは言う。吹きと言ったな。そなたを一目見て気に入った。ずっと我とここにいてはくれぬかと。そりゃお姉さんといたいけど、夫に水を汲んでいかねえと。水なら我の手下に届けさせる。だからここにいてほしい。そうあやかしに言われ。わかった、あたいずっとあんたとここにおる。互いに手を取り誓ってしまったのじゃった。それから一年が過ぎたが、父親はずっといなくなったふきを探して泉のそばまで来ておった。ふき、どこへ行ってしまったんじゃ。病はすっかり治ったのに娘がずっと帰ってこねえ。おや、これはふきが履いとった草履でねえか。そのそばに黄色い可愛らしい花が咲いておった。以来その花がフキノトウと呼ばれるようになり、それからもフキの姿を見た者はおらなかった。フキ姫物語行